それでは皆さんこんばんはと言いますか、こんにちはですね。たくさんの方がいらっしゃいましてありがとうございます。本当にね、暑いというか雨だったりね、日差しが、ね、痛いような、ね、日々ですけど、皆さんねいかがお過ごしでしょうか。まあそんな中ね、皆さんねお越しいただきまして本当にありがとうございます。どうも拍手もありがとうございます。はい、それでですね、この、サンライズ展下脱の扉は、だいたい前半と後半に分かれます。で、間にだいたい15分から20分ぐらい中継を取らさせていただきます。はい、でまあ、その間トイレに行ったりとか、また何か注文したりとかしてご判断していただければと思います。だから質問があったら質問して。誰から始めるんですか。はい、誰から始めるんでしょう。誰から始める。わあ、それはちょっと言えないな。ちょっと言えないので、見てのお楽しみです。はいはい、一応これはですね、そう、即興ですので、打ち合わせというか、音とか動きの、合わせは一切ないです。一切なくてやっております。即興は名古屋では結構盛んでな文化で、名古屋でもね、いろんなね素晴らしい文化ありますけども、名古屋は即興の文化ということでね、かなり全国的に有名で、名古屋で即興やりたいっていう人が名古屋に集まってきたりとかしています。で、即興をね結構広めた人がここにいる浅井さんです。ではですね、はい、では、話が長くなりますので始めたいと思います。よろしくお願いします。本日は日々月々年々一生涯、あるいは輪廻転生により三回を流転されておられるであろう皆様方におかれましては、忙しい中難なく下脱の扉を開き、この場へとお集まりいただき感謝であります。わずかな儚いひとときではありますが、これよりまほろばの世界を漂いながら迷宮なる三界を客観的かつ主観的に堪能していただければ幸いであります。
の風の、さても涼しき、私は土
の香りとと
Thank you.
まっている。釈迦といういたずら者が世に入れて多くの者を迷わせるかな。煩悩と戯れ悟りに遊び、狂気を楽しむ。この法律に見せろ。下脱扉、ただいまより休憩に参ります。